が本当に一昨年、去年の積み上げてきたことのさらにスケールアップっていうところで、新たなチャレンジをしてますし、それは戦い方フォーメーション含めて、まあただ本質的な部分は変わりはないので、まあ、その中でどうこう攻撃のところで得点につなげていくかっていうところは3試合の中で見えた部分でもあるし、キャンプの中で積み上げた部分っていうのはあると思います。まあ本当に新しい選手が今躍動してくれてるなっていう、まあ、攻撃陣で言ったらアダイウとネアウトの、でその中で、途中から入った、パーセリアはコンノもそうだし、まあ安倍シュートなんかもずっと出続けてるし、まあ、新戦力が本当にピンポイントで本当にそこの場所で、躍動してるのも今まで積み上げてきたものが、まあ、他の選手も含めて、あって、そのサポートもあるから、まあ、彼らも伸び伸びというか、チャレンジできてるんじゃないかなと思います。いや本当にその伸びしろは本当に楽しみな部分でもあるし、新たなことをチャレンジしてて、でキャンプで、まあ、ゲームの中で課題も出たと思ってるし、まあ、その課題を、まあ、まだまだここからですけど、試合勝つために修正して、自分たちの持ち味を発揮するっていう形につなげる、その過程で言ったら本当に短い期間でそれをこう可能にしているので、その質を高めていくっていうことはきっと多分スタンス的には健太さん変わりないし、自分たちのやるべきことも明確なので、本当にそこに集中して質を高めること、まあ、そうしていった結果どういうチームになるのかなっていうのは非常に楽しみですね。一番は、まあ、新加入の選手もそうだけど、やっぱりその今まで FC 東京が経験してこなかった、最後の最後までその優勝争いをしたこと、そして、優勝争いをした結果目の前で優勝をされたこと、まあ、それが多分本当に今年1年のエネルギーになると思うし、その悔しさ含めて同じ思いを共有できたので、その共有できたことが、このクラブチームにとっては一番 その財産になると。ただその財産にいい財産にできるかどうかっていうのは今年にかかってるし、まあ、そういった中でピッチでこうやるべきことっていうのはより明確にもなってるし、そのための補強でもあったし、みんなが本当に同じ、目標に向かってこうなんか戦うその舞台はもう整ったかなと、まあ、あとはもうねやるだけでしょ、もう一戦一戦、もうねなんだろうね、まあ本当去年浦和戦でゴール裏で発信させてもらったけど、やっぱすげえなと思って、エネルギーがもう鳥肌立ちっぱなしだったもんね。もちろんグラウンドでそのエネルギーを感じてプレーしてきて、その感謝だったりその力っていうのを感じてたけど、やっぱすごいよあそこのエリアに行くと、このパワーがあるからこう選手たちにやっぱりこうね伝わってるんだと、このスタジアムを行ったりするんだっていうのは今までないからね、経験が。あれみんな経験しちゃえばいいわ、選手行って一人一人試合出てないメンバーまあ本当に自分にとってのその新たなそのサッカーフットボールの魅力を感じることができた、まあ、立場でもあったしシーズンでもあったから、まあ、それをどうこうね、まあ、現場の選手たちスタッフたちはきっと感じてくれてるとは思うけど、また言葉にしてねそういったことを伝えることもそうだし、ただやっぱり誰もが満足しないシーズンではあったから、じゃあもう一皮向けてさらに成長した姿になるためにはお互いやっぱり厳しく求め合うべきだし、パース戦でもなかなかこうね、展開的にこうちょっとミスが起きたりとか、攻めあぐねたりする中でやっぱり部員があるとかあるし、まあ、そういう姿勢の中でお互いを高め合って求め合って、もう本能ね、むき出して奪いに行くじゃないけど、そういうギラギラした開幕だとやっぱねよりそういうものがはっきりと出るとは思うけど、でも昨年のように本当に最後の最後までそのエネルギーが途切れずに、なんならもうどんどん毎試合高まる、まあそういう姿でお互い最後笑い合いたいなと思います。
吠えまくる、何でも来い。